さあ、新シーズンサバイバル始めていきましょう。これはいきなり夜になる感じですね。まあ、ということで、いきなり道沿いは箱開いていて、まあ、なんかあんまり人気はなさそうかな。で、今シーズンはレシピなし、そしてワイプから3日ほど経過してるということで、周りはね、ちょっと大きめの拠点とかは立ってます。で、敵はレシピ持ってる状態ですね。まあ、なのでかなり、自分は出遅れてる状態でスタートです。いきなりツルハシ出たぞ。ちらっとね、マップを確認したところ、おい、やべ。人いる。ああ、いや、銃声してるわ。まあなんかマップを確認したところですね。結構施設が雪原の方に集まってるっぽいんで、まあこの夜の間にその辺まで資材取りつつ走って移動しようかなと思います。人いなさそうとか言ってたけど普通にいるな。なんかドラム缶叩いてるわ。で、完全に夜が来ましたね。まあ朝までにちょっと拠点立てるぐらいの資材は確保しておきたい。やべ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 。馬に二人で乗ってる。今全然資材集め進んでないんですけど、風化拠点っぽいのあるな。なんでもいいから余りも欲しいっすね。なんもないか。木箱と、かまどもらいます。朝が来ましたね。いや、夜の間、ほんと何もしてないぞ。シェルターでも建てるか。まあ、適当に、この辺に建てます。ウッドシェルターに大きな木箱置いてたら狙われそうだけど。で、あと布銃で寝袋を置けるんですけど、全然布ないな。おー、シャワーブランチにやってきましたね。で、灯台あって、港もあって、マジでこの辺施設多いぞ。まあ、そりゃ銃声するわな。でも、石がマジでない。ああ、で、こっから地下鉄にも行けんのか。今、風化拠点二人組かな、漁ってますね。いや、あの辺に石あるんだよな。まあ、さっきのトンプソンの銃声があれだな。まあでもな、ここもこんだけ拠点あったら絶対、どっかアクティブだろうからちょっと注意しないとっすね。この辺平和そうかつ便利なんで、ここに仮居まず建てようかな。今殺されたらだいぶ辛いけどね。クロスボウ。ということで、いつも通り仮で拠点を建てます。先ほどのシェルターに戻って。うお！びっくりした。マジか。二人組で待ってやがった。あれ？
めっちゃいい位置で分けましたね。シェルター相当近いぞ。まあでもあの二人組が粘着してくる可能性もあるんで、そうなるとちょっと運搬怖いっすけどね。いや、あの二人、どの拠点の人なんだろうな。なんか近かったら嫌だな。すげえ邪魔されそう。でも寝袋も置きたいんで、そうだな、シェルター戻る前に布10だけ取りたいと思います。ん？まだなんか寝てんだけど。え？ありがとう。いや、今このタイミングで寝てんのありがたすぎる。で、布も持ってる。あれ？ここじゃなかった。シェルター。帰る家、普通に間違えたんだが。でも、あのシェルターにも木箱ありました。とりあえず、寝袋ここに置こうかな。まあな、死なずに、かまどを届けたいっすね。遠目で見た感じ、人の気配はないっすけど、どうなんだろうね。どこの拠点の人たちか分かれば、まあ帰ってくるルート取りとか、まあ考えれるんだけど、それが分からないとどっか出てくるか分かんないからね。よし、無事帰宅。かまど置いて、早速、鉱石を焼いていきます。いやー、ツルハシロストしちゃったの痛いっすね。まあ、急いで強化しないと、狙われる可能性がある。豚が何かと戦ってるな。え、人が死んでる。おお、やばい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 。何も持ってない。まあ一応これも風化拠点っぽいけど。何もないっすね。オーブラの中ありそうだけどな。103で壊れる。正解は節減か？めちゃめちゃ石湧いてます。まあでもスーパーマーケットには箱湧いてなさそう。なんか道路沿い人走ってますね。今俺戦ったらほとんどの人に殺される状態なんで。まああと白石2つぐらい叩いて帰るか。ああ、もっとなんかアイテム入ってるかと思った。まあでもこの辺で結構人殺されてるってことだよな。あ、人いるな。さっきの二人組なんじゃない？灯台の方向かってますね。あの人たちが何をしようとしてるのかによって帰れるかどうか変わるんだけど。一応自分の拠点は見えてますね。帰るか。弓一発は耐えれる。よし、無事帰宅。よし。とりあえずこれで爆発物を使わないと、レイドはできなくなりました。多分、次行ったらスーパーマーケット湧き直ししてると思う。やべえ。襲いに来たか。お、する人。めちゃめちゃトロい馬で。あ、風化拠点漁れてんな。あれ、燃やすか？いや、こっち近づいてきてる。マジで。隠れてよ。え、やべ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 え。まだバレてない。叩いてます。僕行きました。まあ今からはちょっとスクラップを集めていこうと思います。
弓が出た。スーパーマーケットに行っちゃおう。湧いてると思ったけど湧いてないっすね。まだだったか。奔放レイド。分解しつつ石を叩こうかな。やべ。当たんないかと思ったわ。危ね。え？なんか今人いなかった？え？寝たんだが。なんかお尋ね者多くない？で、やっと寝袋が起きますね。さっきのやつ倒しとくか。目の前で寝られてんのも嫌だ。ということで、ワークベンチ、クラフト。よし。これで一応軌道に乗りましたね。まあこの辺に施設いっぱいあると言っても、緑の木からないとモニュメントパズルはできないからな。灯台行ってみるか。お、火が出た。いや、リサーチすれば、あの工具棚壊せるってことだぞ。レシピか一発目。よし。今、拠点に提出燃料あんまりないということで、燃料取りに行こうかな。どうしような、球体向かおうと思ったんだけど、まあ、キーカード取りに、灯台でもありかも。まあ、こっちは原油のドラム缶も湧いたりするんで。うわ、ここめちゃめちゃ来やすいな。すげえ戦闘になりそうだけど。え？なんか人寝てない？何も持ってないか。今シーズンなんか人寝てる率高いっすね。提出燃料を集めていく。お、キーカードゲット。分解している間に上回ろう。湧いてないか。多分足音とかはしてないと思う。よし。防具棚燃やしに行きたいところではあるけどね、夜はちょっと目立ちすぎるな。無事帰宅。あ、あの拠点がアクティブっすね。ドアキャンしてた二人組、あそこかな。でも早速ね、キーカード取ったんで、港のモニュメントパズル、パパッとやっちゃいたいと思います。まあ、キーカード取れれば、それで十分だ。スイッチオン。湧いてます。よし。まあ、分解せず、また拠点戻ろう。今にも出てきそうだけどね。一度帰宅しまして、次はこの夜の間にシャワーブランチ行きたいと思います。まあさすがにこの辺は接敵しそうではある。まあそれか回られた後とかかな。あと板ついてんだよ。
扉開きませんでしたね。開いてる開いてる。ああ、そうだ、ここ製油所あるから原油持ってこればよかったな。ダブルバレルショットガン出たんだけど、マジで。よし。まあ、次は下から出ます。サイレンサーも出たぞ。あの拠点まだ明かりついてますね。まあ基本的にみんな夜動かないんで、まあこういう時にいろんな施設回って、物資集めれるのは強い。まあでも拠点の前で待たれてたら終わるけどね。よし、無事帰宅。ということで、火やクラフト。まああんまり美味しくないかもしれないけど、スクラップがね、100ぐらい入ってる気がする。まあでも結構、結構ね、ここ目立つ場所なんで邪魔が来るかもしれん。よし、行きましょう。え、なんもない。ガチのなんもなしじゃん。え、待て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 。新たに風化してる拠点あるんだけど。しかもレベル2ベンチある。マジで。あ、え、ミニガン。やばい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 。待て待て待て。弾がでもないのか。一応、サクッとめぼしいものを取ったり、2ベンチも取ったりしましたね。やばい。持って帰れる気があんまりしてないけど、これは絶対持って帰りたい。ラグ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 、え？よし、無事帰宅。いや、怖っ。ということで、早速2ベンチ置いちゃいましょう。あの拠点、風化してなかったのに、ちょうど溶けやがった。で、部品系もめちゃめちゃ増えました。で、まあ、Python だったり、メタルチェストプレートなんかもゲットしましたね。服系とかまだちゃんと全部回収できてないんで、もう一度向かいたいと思います。誰もいないよな。まあ、今後ボンベとか結構必要になってくると思うんで、ありがてえな。でかい木箱も回収しよう。無事帰宅。レイド来てますね。めちゃめちゃ近いけどな。けどまあさすがに今の自分の装備じゃ邪魔はいけない。で、レベル2ベンチ分の、まあ、スクラップ浮いたってことで、いろんな現物のアイテムをリサーチしていきたいんだけど、注射器が欲しいね。浮いもんか。スーパーマーケット来たけど、箱、なさそうっすね。まあ、ここは定期的に誰か待ってる感じかな。てか、前にめちゃめちゃロールバックしてた時期があったんですけど、このサーバーも結構ロールバックするかもしれん。なんか、不安になってきたな。重たいんだよね。で、レイドが起こっ
ってたであろう方向に進んでみようと思います。めちゃめちゃこの拠点裏壁なんだけど、まあ多分この辺だと思うんだよな。でも全然人の気配はないっすね。どこやってたんだろう。霧がかっててちょっとわかんないな。うわ、なんかいる。え、武器ないのかな。なるほどね。あ、うめえうめえうめえ。ダブバレだったから近づいてこなかったんだ。まあ、現物で出したっちゃ出したけど、まあ、敵からも一応奪えました。まあ、あの人が注射器持ってたらマジでパーフェクトだったんだけどね。さすがにそうもうまくはいかないか。よし、無事帰宅。今回でだいぶ美味しい思いをしたんで、いろいろとアイテムをリサーチしようと思います。いや、まあでも、ダブバレぐらいかな、まずは。で、技術に進めていきましょう。まあ注射器はね、現物取ってリサーチしたいんで、こっちに使わずに、ガレージの方に進めていきます。ということで、いきなりね、風化拠点に恵まれて、まあ、ミニガンとか現物でゲットしたんですけど、今シーズンどんなサバイバルになっていくのか楽しみですね。